ーツのまーちゃんです。みーちゃんです。こうちゃんです。よろしくお願いします。はい、今日は何ですか？今日は新ツアーのリリース日です。こうちゃん、何のツアーですか？はい、3話ミステリー調査班というね、新しいツアー、明治維新はなぜ起きたのか編でございます。ついに出しちゃった、はい、でも第1弾ですね、はい、今日はメイキングと思想をちょっとお届けしたいと思います。はい、じゃあいきますか。はい、はい、3話でゴー。で、今からそこ行きますよ。なんとなくワンを全部見れてすごいですね。めちゃめちゃいい景色。ちゃんと見る車窓。綺麗だね。ね。天気いいからね。あれか。私がめっちゃ白目向き。ロケットタクシー。あれはねきつかった私も。正直多分過去一眠かったと思う。過去一だよね。領事館が逃げ込んだところですね。もともとね結構崖の上にあるんですけど、さっきねドライバーさんに聞いたらこの下が海だったってことで、結構大きな海だね。すごい映えてる。なんか映えてる、うん、自然光自然光となんか背景とタクシーとね。うちらと何だ、何がこれ年季入ってるね。つらみつらみ。アジアで動きの場で。え？これか。どれ？よく聞くやつだ。動きの間違って食べたら。それ不謹慎だぞ。それは不謹慎だぞ。はい、こちらミステリーツアーのちょい見せでした。どうですか？まさかまさかのミステリーですけど、結構面白いんじゃないですか、ね、3時間の、ね、たっぷりツアーなので、楽しんでいただければなと思います。はい、詳細と応募はですね、概要欄のホームページに記載しておりますので、こちらご応募お待ちしております。はい、サムコッツは一緒に働いてくれる常務生さんを募集してます。ちょっとでも気になった方、興味がある方は概要欄のホームページまでお問い合わせください。はい、新しいツアー気になるよっていう方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。